アイドルグループってしばしば内部で圧力が生まれがちですが、ナンバーアンダーラインアイはそういった心配が全くない。むしろメンバー全員が仲良しで、その関係性がファンの心をつかんでいると思います。最近、有名な音楽グループナンバーアンダーラインアイの公式インスタグラムとティックトックの両方に興味深いビデオが投稿されました。そのビデオには、 キシユータが部屋の小さな隅で熱狂的に踊っている様子が映っており、神宮寺ユータがしぶしぶランプを持っている姿も確認できます。驚くべきことに、これらの映像で照明が一致していることが指摘されました。さらに、キシユータのダンスの上手さや、ビデオを撮影しているのはナンバーアンダーライン愛の平野翔さんであることも確認されました。 キシユタはグループの最年長メンバーですが、いつもグループの中で最も面白くて可愛い人物として知られています。彼は常に明るい雰囲気を作り出し、グループに活気を与える存在です。そのため、キシユタがいたずらを仕掛けると、ジングージユタと平野翔は疲れ果てることもあるでしょうが、それでも彼らはガンユタの面白さに従おうとします。このビデオからは、 有名人である彼らでも依然として美しい友情を維持し、常に兄弟のように親密であることが伝わってきます。ファンたちはこの絆を称賛し、ビデオの下には多くのコメントが残されました。さて、このようなビデオが SNS 上で話題になるのは驚くべきことではありません。ファンは彼らの活動に対する興味を示し、その結果、 彼らの人気はさらに高まっています。これらのビデオはファンが彼らのアイドルたちが普段どのように過ごしているのかを垣間見る機会を提供し、彼らとのつながりを強めるのに役立っています。このビデオは単なる娯楽以上のものを提供しています。それはファンとアイドルの間に特別な絆を生み出し、 彼らの日常生活に興味を持つファンにとっては貴重な情報源となっています。ガン・ユータと神宮寺ー太、ユータ、そして平野翔の活動は彼らのファンにとって特別なものです。これらのアーティストは単なるエンターテインメント以上のものを提供しています。彼らのビデオや投稿はファンが日常生活から離れて彼らの世界に没頭し、 彼らの音楽やパフォーマンスに対する愛情を深める手段となっています。特に SNS 上での活動はファンとアイドルの間に新たな形の交流を生み出しています。ファンは彼らのアイドルたちがどのようなことに興味を持ち、日常生活をどのように過ごしているのかを知ることで彼らとのつながりを感じます。一方、アイドルたちはファンのコメントや反応を通じて、 彼らの活動がどれほど影響を与えているかを実感することができます。このような相互作用は、ファンとアイドルの間に強い絆を築き、コミュニティ全体をより結束させる役割を果たしています。また、彼らの活動がファンにとって貴重な情報源となっており、日常生活から少しでも距離を置くことで、心の安らぎや喜びを見出すことができるでしょう。 ファンとアイドルの間の交流がますます活発化している現在、あなたはどのように彼らとつながっていますかそして、彼らの日常生活や活動に対する興味があなたの日常生活や心の豊かさにどのような影響を与えていますか自分自身の経験を振り返りながら、ファンとしてのあなたの立場を深く考えてみましょう。ナンバーアンダーライン愛といえば、 洗練されたパフォーマンスと巧みな歌唱力で人気を集めるアーティストグループ。そんな彼らの裏側に垣間見えるのはメンバー同士の温かな絆だ。ファンからは、照明は神くん、撮影は翔くんなのかなかわいい W ユータ最高といった歓喜の声が殺到。メンバー間の楽しげな雰囲気に心を奪われるファンも多かったようだ。そもそも、 ナンバーアンダーライン愛は元踊り時友達だから活動しているというコンセプトで結成されたグループ。だからこそメンバー同士の絆が深くお互いを思いやる関係性が築かれているのだ。そんな彼らの関係性はファンの心を大きく動かしている。SNS では多くのファンが岸士や神宮寺、平野の行動に興味津々の様子。 キシんが小動物みたいで可愛い、神くんのフラッシュが綺麗、最後の神くんの表情が最高など、メンバーそれぞれの魅力を称賛する声が相次いでいる。ただ、この動画には、ある不可解な点も存在する。動画の映像は、まるで紅茶らのステージのようなものに見えるのだ。もしそうだとすれば、これは公式の舞台裏映像ということになるが、 あまりにもプライベート感が強すぎる。紅茶らで流せないような動画なのかも、でも公式っぽいし、どうなんだろう。ファンの間では、この動画の正体をめぐって様々な憶測が飛び交っている。ナンバーアンダーライン愛のプライベートに踏み込んだ貴重な一面が見えるのか、はたまた単なるドッキリなのか。動画の背景には、一体どのような事情が隠されているのだろうか。 そんな疑問を呼び起こしつつ、メンバー間の絆の深さにファンの心は奪われているのである。さらに注目すべきは、この動画が TikTok でも公開されていたことだ。普段とは違う雰囲気の動画が TikTok に登場したことで、ファンの興味はさらに高まっている。TikTok なんかでこんな動画が出てきたら、やっぱり何かあるんでしょ。でも、めちゃくちゃ可愛いから見入っちゃう。 tiktok ならではの楽しさや面白さが、この動画にも感じ取れるようだ。専門家は、こうしたメンバー間の自然体な交流を見せることで、ファンとの距離をより近づけようとしているのではないかと分析する。アイドルグループには、ファンとの距離感を保つ必要があります。でも、ナンバーアンダーライン愛は、あえてそうした壁を低くして、 ファンに親しみやすい印象を与えているのかもしれません。そうすることで、ファンの愛着をさらに強めているのだと思います。確かに、ナンバーアンダーライン愛のメンバーたちは SNS でも素顔を積極的に公開しており、ファンとの交流を深めている。まさに、彼らの真の姿を感じられる貴重な一幕なのかもしれない。そしてこの動画は、 ナンバーアンダーライン愛の楽曲とも奇妙に関係しているようだ。動画の最後にはナンバーアンダーライン愛の楽曲が流れ始める。しかもその曲はどこか馴染み深い曲調ながら少しシュールな雰囲気も漂っている。最後の曲がちょっとシュールだけどナンバーアンダーライン愛らしい感じがしますね。まるでこの動画の内容をまとめているかのよう。 まるで、この動画の内容をコンパクトにまとめてくれているかのような、ナンバーアンダーライン愛ならではの楽曲センスが光っているのだ。今回の動画は、ナンバーアンダーライン愛のメンバーたちの素顔を垣間見せる貴重な一作となった。彼らの人となりや交友関係に触れることで、ファンはより一層彼らの魅力に惹かれていくことだろう。そしてこの動画は、 ナンバーアンダーラインアイというグループの特徴をよく表している。ファッショナブルでありながらも、時にはシュールでユーモアにあふれた、愛らしさと魅力に満ちた作品なのである。ナンバーアンダーラインアイの今後の活動にも注目が集まりそうだ。ファンの期待を裏切ることなく、より一層の飛躍を遂げてくれることを願っている。最後に、 このような活動がファンとアイドルの間に生み出す絆やファンが彼らの日常生活に興味を持つ理由について考えてみましょう。あなたは自分のお気に入りのアイドルに対してどのような興味を持っていますかそして彼らの日常生活について知ることがあなたのファンとしての経験にどのような影響を与えていますか